はい、よろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策の趣旨シ,シリーズ第84弾やっていきましょう。で、問題9問ありますので、まず一回動画止めていただいて、ぜひね、時間計ってチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。 それじゃあ画面下げますのでお待ちくださいよしやっていきましょうで今回も効率入試の実際の過去問使ってるんですがちょっと一部自分が足したものがあります足した理由はね後ほど説明します。 ではまず早速計算から参りましょう4ス4か6 × 2ですねまあ大事なところは引き算と掛け算があるので計算の順序どっちが先っていうところで引き算と掛け算だったら掛け算が先なのでか6 × 2を先にやりましょうとでこの部分計算するとス1 2になるつまり4かっこつけるとス1 2とこうなります今ね。で 引くカッコ、あ、すいません。引くマイナスね。になってるから、足し算に変えて、足し算に変えるんですよね。なので4、4足す12に計算が変わるので、結果的には16で OK と。で、2番が、まあちょっとね、早速分数で厄介なとこなんですけれども、え、これは通分をしていきます。通分。で、これはもともと、最初からね、こういう感じでイコールが入っている方程式。 にになっててたら全体に6をかけて分数決しちゃおうぜみたいなことができるんですけど今方程式ではなくて計算しなさいっていう問題なので全体6かけることができませんそうすると変わっちゃうからねなので通分していきましょうとでまあ2と6なので6に合わせていきたいつまりこっち側左側の項に3をかけてあの上と下にねかけて6分の2していきたいとだからちょっと長い分数にして合わせちゃいましょう え、こっちに3をかけると、3をかけて、こうカッコつけるイメージです。両方に3かけてね。つまり、3x-6y とこうなります。で、こっちはもともと6になってるんで、そのまんま書きたいんですよね。で、これもよくある引っ掛けで、いつも言いますけど、このタイプの計算はここだよね。ここがマイナスになるのが王道です。一番引っ掛か,かりやすいから。なんで引っ掛か,かるかっていうと、 このまま書きたくなるもんね。マイナス 3x、マイナス y って。で、こう書くと罰になると。で、何がまずいかっていうと、このマイナスっていうのは、えー、ここ。まあ、カッコがあると思うと一番楽で、3x にも、マイナス y にも両方配らなきゃいけないんですよ。両方。だから、マイナス 3x は合ってるんだけど、こっちにもマイナスを配ってるから、プラスに変わるんだよね。ここはお気をつけください。 でえー、っと x 消えますねつまり残るのが上がマイナス 5y が残るのでマイナス、えー、6分の 5y は横に下ろしましょうかこれで OK といいかなで次は、えー、普通に計算しなさいですでまず括弧が2個つな、まあ、がっているこの部分展開しちゃいましょうこれねでこれちょっと y 抜きましょうか 一回ね。括弧 X マイナス3、カ括弧 X プラス4と。多分これだったらやりやすいんですよね。で、Y が入った瞬間にちょっとうんってなる方、公式が慣れてなくて使いにくい方もいると思うので、もし、これね、えってなったら全部掛け使いましょう。いつも言うやつね。X と X かける、X と 4Y かける、マイナス 3Y と X かける、マイナス 3Y と 4Y かける。4回かける全部掛けね。使えば絶対できるから。でも公式使える方は、えー、これ、 まあここに y が入っているだけなので、左側のね、x の2乗を、マイナス 3y とプラス 4y 足します。足したもの x だから。足すと y だから、x かけると、足し、xy。で、後ろのこの2つをかけて、マイナス 12y2 乗と。これは公式ね。つまり、x2 乗、えプラス xy、マイナス 12y2 乗と。除けしますね。 で、これ、まあ見た時にね、カッコが2個あって、マイナス XY わざわざくっつけてるんですよ。くっつけてるってことは、なんかこれがうまく効いてくるんだろうなと思ってください。わざわざつけてるからね。で、実際にこうなるとさ、消えるんだよね、ここが。あ、そのために作ったんですねって感じするじゃん。だから、残った X2 乗マイナス 12Y2 乗と。今回計算しなさいっていうだけなので、これが終了。これで終了と。 なりますで、4番、方程式ですね。で、こっち、まあ、さっきも分数があって、今回も分数が入ってる。で、分数、まあ、好きな方はね、分数のまま攻めるのも OK なんですけど、私、すごく苦手なので、分数が。分数で計算ミスを起こしやすい人間なんでね。だから、真っ先に消したくなるんですよ、分数を。で、今回は、方程式。ここね。最初から、イコールがあります。だから、全体に何かをかけるとか、全体で何かを割るっていうのが OK になります。 これ覚えてください。方程式だから OK なんです。つまりこれ邪魔だなって。2をかけたら消えるじゃん。全体に2をかけたら消えると。つまり全体二2をかけて、ここが 3x。ここに2をかけて、プラス2。忘れずに右側もかけて、20と。すっごいやりやすそうな式になったでしょ。そうすると、3x、プラス2を右に持っていけば、マイナス2に変わるので、18。全体を3で割ると、x イコール6と。 いいかなこれで終了です。ちょっとこれが重なっちゃった。こんな感じ。いいかな、まあ、この全体処理 OK と。ダメなのはね、しっかり覚えておきましょう。で、5番。A がこれね、√3-1 の時に A2 乗プラス 2A 求めなさいと。で、これはまあよくあるパターンで、このまま入れてももちろん OK です。で、今回はね、そのまま入れてもあんまりこう大変さが変わらないんで OK なんですけど、よくあるパターンは、 この子を、これね、をまず因数分解してから入れた方が楽。っていうのがまあ王道のパターンです。つまり、これ、因数分解くくり出しってやつね。A が、両方 A 入ってるからさ、A1 個前に出して、こっから A を取ると A が残る。A2 個あるからね、もともと。プラス 2A から A を取ると、プラス2だけ残る。これくくり出し。ま、因数分解の1個ね。 で、こう変わりましたと。で、ここに a を入れています。そうすると、左側はね、まあ、その入れるだけなので、え、ルート3マイナス1。で、こう掛け算だからね、ま、カッコにして、ここに a に、カッコの中ね、に入れると、ルート3マイナス1プラス2なので、ルート3プラス1とこうなります。で、これは、ちょっとプラスとマイナス逆になっちゃうけど、カッコが2個あったときに、 パーツが一緒。よくあの、こうのことはパーツって言うんですけど、えー、X と Y で、X Y。パーツが一緒で、ここの間の符号だけ違うやつ。これそうだよね。ルート3、ルート3。パーツ一緒。1、1。パーツ一緒で、プラスマイナスが違うとき。で、これの因数分解じゃない。ごめん。展開の公式は X、X2 乗マイナス Y の2乗でね。左のパーツの2乗、引く右のパーツの2乗になりますと。だから、 左のパーツ、ルート3を2乗すると、ルートは2乗すればえ、ルート取れますんで、3が残る。引く、1。右のパーツ1だからね。2乗すると1。だから3、3引く1で2ですよっていう。これで正解。ただ、さっき言ったみたいに、ここの状態で代入して、展開していっても、もちろん解けますし、そんなに今回は大変さ変わらないので、 どっちでも構わないんですが基本的には因数分解をしてから代入するっていう方が楽な方が多いので覚えておきましょう。でもって6番ねで6番はここです。まあ x 乗の前に係数まあ普通ね1がついてることが多いですけど1以外2とか3とかがくっついてる時はもうほぼほぼ解の公式を使ってください。高校に入るとね違うので覚えたりするんですけど、まあ、解の公式がいいかなと思います。 で今回幅をねあえて取ったので久々に解の公式いきましょうか解の公式なんても書いておきましょう最近これ全然書いてなかったね解の公式これは x イコールえ呪文だねもうね 2a 分のプラスマイナスルート b の2乗− b −√ b ス4 a c とこれはちょっと頑張って覚えて本当によく出てくるから解の公式つあの使う問題ね よし。で、A と B と C は何かっていうと、ここの順番です。A、B、C。つまり A が2、B がマイナス5ね。マイナス 5!C が1です。で、それを順番に入れていきましょうと。つまり、X イコール 2A だから 2×2 で4分のね。4分のマイナス B なので、マイナスマイナス5になるから5に変わります。プラスね。プラスマイナスルート、B の2乗。つまりマイナス5の2乗。 マイナス 5× をかけるマイナス5だから25ね。えー、25。マイナス 4AC はマイナス 4×2×1 ね。だからマイナス8になります。つまり17。で、ルートは絶対中身チェックが必要です。出せないかなーってね、考えるんだけど、今回出せないんですよね。だから、これで終了となります。まあ回路公式めんどくさいんですけど、これ見るとね。ですけど、本当に、 え便利だし強い技なので溶ける問題が多いからさただしっかり押さえておいてくださいじゃあ次は、えー、紅茶と牛乳でミルクティーをね作りたいもうこのね寒い時期には美味しいやつですわで紅茶がね 450ml で牛乳が 180ml でこれを5対35対3の比率で作りたいんですミルクティーをでここはちょっと大事で今紅茶ねこれ全部使いたいんですよこれは全部使う 必ずね。じゃ、その時に、えー、牛乳が足りなくなるらしい。牛乳があと何ミリリットル必要か求めなさいって言ってるから、牛乳がわかんないんだよね、こっちが。180って書いてあるけど、これはまず使わないの。わかんないから。つまりわからないから、ま、あ X で置きましょうと、牛乳の方をね。だって、こっちの紅茶450使うのは決定してるからさ。じゃあ、あとは火を使った比例式に立てていって、え、450と、 牛乳分からんから x にしておきます。で、それを5対3で作りたいと。まあ、これで OK。これ、比例式ってやつです。で、比例式は、中、中、外、外っていう、い中、中、外、外って覚え方をするんですけど、中と中、い内側ね。を掛け算して、5x。で、外と外を掛け算する。450×3 ね。で、それでイコールで結べば、もうそれで OK です。それが比例式の解き方。 で、これ、掛け算して、1350って持ってってもいいんですけど、例えばね、ちょっと楽する方法だったら、わざと計算せずに置いておくの。こうやって。450×3 みたいな。で、なんでかっていうと、この後に、両辺5で割るじゃないですか。5で割った時に、まあもちろん 1350÷5 すればいいだけの話なんだけど、多分 450÷5 だったら、暗算でしやすいよね。ここで90じゃん。あ、5で割るとね。だからこうやってると、x は270っていう。 できる限り大きい数は作らない方が計算しやすいので、まあこうやってもいいかなと。つまりここで何が分かったかっていうと、紅茶450つく、えっと、使うのに必要な牛乳は 270ml なんですよ。ね。ってことは、今回、えー、あと何 ml 必要かって、今180持ってるからさ。じゃあ、二、えー、270からもちろんね、180引けばいいので、残りは 90ml。あれば良い感じだねと。 いいかな。これで終了となります。で、こっからですえ。今回私が足したのはこの問題。8番を足しました。で、これは9番を、9番の方が難しいです。先に言っておくと。9は難しいんですけど。8番は、えっと、9番を解くためにちょっと必要な知識というか。うん。で、このね、ルート 3n。こいつを自然数にしたいんです。で、今回あえて2番目に小さい n を 求めなさいっていうふうにしました。これは、普通は一番ちっちゃい N っていうのが王道なんですけど、少し難しいパターンになります。で、まずね、まず、一番小さい、つまり最小の N ってやつね。え、これの求め方をまず覚えます。で、これ結論から言うと、N イコール3です。3。 で、これの考え方はですね、こいつを整数にしたいって言ってますよね。ルート 3n を。これどういうことかっていうと、ルートが消えればいいんだって思ってください。一回、ルートが消えればいいんです。そうすれば整数になりますから。じゃあ、こいつを、えー、消すため、ルートを外すためにはどうすればいいかっていうと、ルートが外れるアイテムって2乗だよね。中が2乗になれば、ルート2乗のね、数字の2っていうのをアイテムを使うことによって、ルートがパシャーンって消えるわけよ。 だから、ここさ、3n って 3×n じゃないですか。こうやって。この n のところが3になれば、3の2乗だから、ルート外れて3に変わる。はい、整数っていう。なるので、あ、中を2乗にすればいいんだっていう発想になってほしいんです。だからこれが最小の n。一番ちっちゃいのはこれです。じゃあ次です。2番目でしょ。どう考えるかっていうと、 もともと、この3はいるから、こいつがね、いるから、絶対に3は必要なのよ。こいつを二乗させるためには。でも、3×3 じゃ、ここになっちゃう。じゃ、次にちっちゃいのは何かっていうと、これに何かをくっつけます。で、くっつけるものが、例えばさ、じゃあ、2みたいな。2ってちっちゃいじゃん。1だったらさ、変わんないから意味がないんで、2にしてみようって。くっつけるんだけど、これだと、2が残っちゃうんだよね。3は、外の世界出てこれるよ。二乗のアイテム使うからね。 でも2は残ってしまう。やべえなと。ねルートが残った時点で整数ではないので、じゃあ、こいつも2乗にしてあげりゃいいじゃんって。最初から。そうすれば、3も2も外の世界に出てこれる。よね。じゃ整数なるよねって考えるので、今、結局ね、3はもともといたんだけど、N の部分はどこかっていうと、ここです。3×2 の2乗。つまり、えっと、12か。 これが2番目にちっちゃいです。つまり今回の答えはこれです。で、もうちょっと付き合って。じゃあ、3番目は何かって考えると、もともと3はいます。で、3は絶対必要です。そこに、3の2乗をかければ、この3も出てくるし、この3も出てくる。つまり、N の部分は、えっ、ー、と、27か。こうやって考える。まあ、次はじゃないかって言ったら 3×4 の2乗ですよね。 そうやって、ルートが消えるにはどうすればいいのかっていう。で、2番目、3番目っていうのは、最初の方3は絶対必要なものに対して、2の2乗、3の2乗、4の2乗、5の2乗って、くっつけていけば順番はわかるから。いい。こうやって考えていく。つまり、8番の答えで言うと、えー、っと、だった、<laughs> ここでいいかなわかるかな早送りした方ごめんね。n イコール12。これが答えです。となります。 で、なんでね、今回この問題俺が差し込んだかっていうと、この9番は難しいです、今回。難しい。難しいんだけど、でも、せっかくから入れたくて入れさせてもらったの。本当に受験出てたしね。大問1、大問1だったっけな。大問2だったっけな。あったからさ。ただ、この問題、この解説が入った後のがいいなと思って、ワンクッション入れさせてもらいました。で、どうやるかっていうと、まずね、これが入るわけよ。N の範囲。で、これ、えっ、ー、と、N の範囲の解き方か、えーと、覚えてください。これは、中がルートです。 で、ルート N をルート外すの難しいんだよね。勝手に変えらんないから。だから、周りをルートに変えます。10をルートに変えるの。普通の整数をルートの世界に戻すときは、2乗をつけて中に入れます。なぜかっていうと、さっきもね、ずっとやったけど、2乗があればさ、これ出てこれるんでしょこうやって。ってことは、中に入れるんだったらまた2乗つければいいんだもん。いい つまり、10っていうのは、ルート10の2乗。つまり、ルート100ね。ルート100。で、ここは変えらんないから、こう。で11 11、11も、11×11。121ね。つまり、こうなります。だから、全体にルートが入ったので、考え方としては、n は、全部ルート外しちゃう。100から121の間の数字で考えてねって言ってます、これ。 100から121の間。じゃ、その時に、ルート 7n。今度はルート7よ。こいつです。これが整数になる n を探してくれって言ってんの。小さい方から何番目とかじゃない。探してくれって。つまり、この n がこの範囲に入ってる中で考えてくれって。じゃ、あどうやるかっていうと、さっきの上と同じです。今回は、もともと7がいる。こいつがね。ちょっとカッコしとくわ。いるから、こいつがある状態で、 7はかけなきゃいけないよね。こいつを出すために整数するから。さっきと同じ。3がもともといるから3は必要だからさ。7は必要なのよ。じゃあそこに、例えば2の2乗をかけたりとか、下入るかなあ、入るね。ここが3の2乗なのか、4の2乗なのか、5の2乗なのかわかんないよ。でも、こいつらを7にかけることで絶対出てこれるじゃん。みんな。整数になるから。じゃあ、こう、例えばさ、7かける2の2乗。 これでもいいんだけど、これって、えっ、ー、と、28なのよ。計算すると。入ってないじゃん。100から121の間に。だからこいつダメなのよ。ダメ。じゃあ、入ってるのねえかなって探していくわけ。7×9 か。7×63。まあ、入ってねえなーって。7×4 の2乗で、ここが16になるから、えー、っと、えー、っと、えー、待って、待って待って、頭が、ちょっと待って、あばれ。ミスる気がする。112か。失礼。 入ってんのよ来たっつって。で、ま、あ俺心配性なんで <laughs>、次も確認するよね。7×25。だから、と、175か。175。ってなると、出ちゃうんだよね。こっち121から。ちょっと待っ切ったね、これ。175。つまり、今回入ってたのはこの子だけです。これ入んないから、この子。つまり、求めたかった N は、112と。 これで終了となります。で正直、今回この9番に関してはいつもやってる趣旨の中でもかなり難しい方にはなります。なるんですけど、このね、ルートの中にルート n とかルート 3n、ルート 7n みたいな感じでこいつが整数になる時の最小の n だったり2番目に小さい n みたいのはよく出てくるんですよ。あとこれね、ルートの、ルート n がと整数に囲まれてて n の範囲を使っとく問題もよく出てくる。 だから、これ自身が解けなくてもいっぱい持って、えっと、解説聞いて解けるようになってほしいんだけど、でも、ま、解けなくてもまだ構わないから、ただこういうタイプの問題に慣れててほしい。いいかなという願いを込めてここにね入れさせていただきました。ぜひね、えっと、初見で解けなかった方は、かと反復して復習すれば、絶対解けるようになるから。大丈夫だから。だから自信持ってね、繰り返しやってみてください。では、えー、今回はね、高校受験対策の趣シリーズ、第84弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。 反正杀了。